どうも、こんにちは、ポトフです。はい、募集していました、夏に期待曲、またですね、コールインをいただきまして、小倉さんっていうね、方から、小倉さんなんか、このアンカーを、英語で喋るのと日本語で喋るの両方やってて、なんか、すごいなと。やっぱり自分が英語喋れないんでね、英語喋れる人はですね、羨ましいなと思ったりしつつですが。で、この後、小倉さんからいただいたコールイン流したいと思いまして、まあ、その後、その思い出の曲、思い出、夏のように聴きたい曲をかけたいと思うんですが、なんか、夏だったかどうかも記憶が定かじゃないみたいなところとか、思い出もなんか別にいい思い出じゃないっていうとか、ちょっと、もうつぼりましたけども、まあちょっと流したいと思います。ではどうぞ。ポトフさんこんばんは、小倉です。UB40 のですね、I can't help falling in love with you という曲、1993年リリースの曲を夏に聴きたい曲としてリクエストさせていただきます。これはですね、僕が20年以上前に勤めていた印刷会社の時代にですね、よくデニーズで外食をしてたんですが、そこでですね、ガスパチョを頼んだんですけども、なくてですね、結局食べられなかったという思い出がありまして、でその時だったか、別の機会だったか覚えてないんですが、夏だったかも定かではないんですが、そのデニーズでですね、かかっていた曲です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、小倉さんからのリクエスト、UB40 の I can't help falling in love with you ですかね。はい、これは、まあ、一時期よく流れてたなという記憶がありますけども、元は、あれですよね、エルビス・プレスリーの曲ですよね。で、いろんな方が結構カバーしてるんじゃないかなと思いますけども。なので、この曲だけど、自分、誰の一番よく聴いたのかなというのを思い出して、確か U2 も、曲をカバーしてたなと思って、ただですね、U2 のバージョンが、Spotify とか Apple Music で探すことができなくて、で、自分もね、CD ちょっと探してたんだけど、ちょっと見つからなくって、これ多分ね、ライブでやってた、ライブ、ブートかな、ブートレグかなんかじゃないかなと思って。で、ちょっと探してなくって、あ、ないなと思って。で、どうしようかなと思ってですね、ただ、ボノが、ボーカル撮ってるやつで、なんかいろんな人が、サントラなのかな、サントラかなんかで、ボノが歌ってるバージョンがありまして、あ、ボノって U2 のボーカリストね、ボノね。それをかけたいなと思ってます。で、あ、そうだそうだ。なんかこの、アンカーですけども、登録して、Apple Music とか、Spotify のプレミアム版で連携すると、曲がフルサイズで流れるの聴けるですね。で、聴けるはずなんですね。けど、とりあえずですね、ちょっと Android まではちゃんと検証はできてないんですけども、私の iOS 版に限ってなんですけども、Apple Music、有料契約してないといけないと思うんですけど、Apple Music と連携すると、再生、曲になるとですね、フリーズすることが多く、たまーに聴けるぐらいな感じで、ちょっと Apple Music は私、連携を切ってます。で、Spotify も、連携してフルサイズで聴けるのは、プレミアム版に契約してるアカウントだけなので、無料版の場合はですね、連携してもあんま意味ないかも。多分連携してなくても30秒聴けますよね、アンカーの中でね。で、連携してると、してても30秒しか聴けないはずなんです。無料版だとね。で、連携しちゃってると、連携してないとね、曲の時にタップして、Apple Music とか Spotify で探すことができたりするんですけど、そのボタンが出てこないんで、無料版の人は連携しない方がいいです。で、有料版じゃない、プレミアム版の場合は連携すると、一曲聴けたは聴けるんですけど、曲が流れるじゃないですか。で、なんか次のとこに、とか前に話、前のやつもう一回聴きたいなって戻ったりも、なんか曲がずっと流れっぱなしで、消えないっていう。だから、もう本当に何も触らずにずっと聴くんだったら聴けるんですけど、
操作が結構うまく反応してくれないことがあるっぽいので、プレミアム版も連携するとちょっとまだバグがある感じかなとなんか思ったりしてますと、ちょっと話それましたけども、まあそんな感じで、まだまだ夏に聴きたい曲募集してます。で、その募集してここで流した曲は、Spotify でプレイリストを作ってます。Apple Music でも作ってるんですけど、まだこっち共有機能がちゃんとできないので、Spotify で、共有してまして、マストドンやら、どっかやらで、また流しますのでよろしくお願いします。ということで最後に、では、ボノが歌ってる I Can't Help Falling in Love with You を聴いてください。どうぞ。どうも、こんにちは、ボトフです。小倉さんからのね、夏に聴きたい曲のリクエストを、流しましたけどね、その後、小倉さんご本人からですね、エコーっていうですね、これ僕知らなかったんですけども、このアンカーの機能で、ご自身のアンカーの中に引用というか、リツイートみたいな形でね、再投稿してくれたので、ちょっとそれをね、そのことについて話した内容をこちらもエコーしてみようかなと思います。どうぞ。はい、ということでエコーっていうのをですね使ってみましたけども、あれですね、アンカー、この後小倉さんも別で話されてましたけども、アンカーって面白いですね。このエコーって要はツイッターのリツイートみたいなもんですけども、コールインっていうね、音声を投稿してもらう、音声コメントをもらうような仕組みもあったり、あとね、シャウトアウトっていう、自分のなんかこのステーションを聞いてもらった人をですね取り上げて、そこに俺公開した形で俺を言う、その人とその友達フェイバリットした人かなしか聞けない音声を公開するとかね、なんかそういう本当に音声でのやり取りをするような仕組みが結構多くてですね、面白いなぁと。でこのエコー、タンブラーで言えばリブログ、ツイッターで言えばリツイートで、マストドンで言えばブーストっていう機能に当たると思うんですけど、エコーね、この反響してもう一回聞こえてくるってことでしょ。ネーミングもなかなかね、そうで、このステーションの中の一個一個のこのちっちゃい録音、5分以内の録音とか、これはセグメントっていうんですね、アンカー的には。そのセグメント単位でエコーすることができるみたいです。はい、でこれやり方が分かんなくてで小倉さんもどなたかからエコーされて気づいたって言ってましたけど、私も小倉さんからエコーされましたっていう通知が来て気づいたんですけども、ただどこでやるのか分かんなくって、機能的には何だか分かったんですけど、でなんかセグメントがシェアっていうボタンがあるんですけども、それを押すと、iPhone で行くと iPhone の共通の共有メニューが出てくるんですね。で私そこいっぱいアプリ入ってるんで、ちょっと全然見つけられなかったんですけど、一番最後の方にあったんで、2段あるうちの下の段にアドトゥステーションっていうのがありましたね。あ、これアンカーのメニューなんだと思ってアンカーのメニューがあったんだと思ってですね、なかなか面白い機能なので、コールインで募集してこうどんどん流すのもできますが、来なかった場合はこのエコーという機能で強引に声をもらって、引用しながら発信することもできるだなと思ったりしてます。はい、ということで、なんか小倉さんの話によると、まだ新機能を追加する予定とかあったりするらしいので、今後このアンカーがどう進化していくのか、それよりもバグを直してほしいとかいろいろありますがもうちょっと遊んでみたいと思います。ではことでした。じゃあねー。